こんにちは。前回の動画でスティックが滑るのにバセリンを塗るとちょうどいいみたいな話しましたけど、もう25年ぐらい前にアメリカ行った時に、売店って楽器とかスティック売ってるとこにスティックの滑り止めが売ってて、商品名がゴリラスノットって言ったんですけど、直訳するとゴリラの鼻水ですけど、それで面白い名前だなと思って買った記憶がありますね。それで買って使ったんですけど、すぐ使うのやめちゃいましたね。あまりにも滑らなさすぎて、細かい、なんかこう指でここが滑らないので、つまんでるところを支点にして打つ、ダブルストロークとかやるときに逆に非常にやりづらくてですね、全然使わなくなった記憶があります。それでまだあんのかなと思って、さっき何気なくネットで調べたらありますね。まだね、普通に売ってました。なんかギターのピックの滑り止めとしてはとてもなんか評判がいいような感じでしたね。だスティックに使う時も、普段あんまり細かいことやらないとか、パワー重視でとにかく滑んないなら何でもいいっていう感じだとすごくいいのかなと思います。はい、それで今日はですね、ダブルストローク7周目です。前回左手やりましょうみたいな、60ですよね、60でやりましょうなってたんですけど、今日はですね目標70、10しか上がんないのって感じなんですけど、でもですね左手はなかなか右手に比べて進まないので、右手の時は60の次の週は80でやったんですけど、その次が100ですけど、左は60、70、80、90、100って一応行く予定なんですけど、なかなか思うようにいかないです。それで前回60だったので、今日一応目標は70でできるように、左手のダブルストロークでリズムがタンタタ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 、これができるよ。できれば1分間なんですけど、左手ですね、なかなかこうコツがつかめないという段階かと思います。で一応これヒントなんですけど、なかなかこういろいろできないっていう時に、この前言ったみたいに右手と左手同時に落として練習したりとか、やり方はいろいろあると思うんですけど、高さ、練習台の、スネアで練習する人はスネアドラムの高さ変えてみたりとか、こう高さがですね、こう違うだけで、なんちゅうんでしょう、気持ちも変わりますし、あとこう高さが変わることによって力の入り具合も変わります。力が入ることによって逆にできるようになったりとか、力が抜けることによってできるようになったりとか、こう何がきっかけになるかわからないので、あと練習台からの距離、こうやってやったりとか、こうやってやったりとか、基本的に言うとこうやってやるとちょっと力入りがちで、こうやってやると抜けがちになるんですね。あと他の動画でやってますけど、立ってやるとか、立ってやるとちょっとはみ出ますけど、こう立ちますよね。でこうやって振ると、手首が余計にこうならないんですね。こう立ってこうやって振るので、この状態でもうこれこうできないので、手首上がんないので、腕主導でこうやって落とす感じになるんですけど、そうすることによってですね、こう手首をこう使いすぎて指が先に開いちゃうっていうのが防止できるんです。
そんな感じでいろんなやり方、あと何ありますかね。まあ何がきっかけになるかちょっとわからないので、なんか急にこう楽しいこと考えたらウキウキして急にできたりとか、そういうこともあるかもしれませんけど、はい。それでまあまた復習になりますけど、これ今右手で見えるようにやりますけど、僕の場合はこういう感じで振りますね。ちゃんと腕も上げる。タン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 。手首だけでこうやらないで、腕も落として振ってみる。こっからこう。もちろん手首少しこう使いますけど、惰性で動くだけ使うっていう感じですね。ふわっと上げてストーンと落とすときに、こういって急に落とそうとすると手首勝手にこっちに行きますよね。こういうこうなるので、そういう感じで自分で手首ウリーンって上げて振ろうとしない、自然に動くだけで落として、当たってから指が開く感覚を大事にして、開いたらあとは閉じる、こういう動き。自分で予測して最初から指パッて開かないしたらこれ離れちゃうので、離れちゃうと、まあ、離れても指なくても打てるんですよね。こうやって人差し指も使えば打てるんですけど、実際こうダブルスロークの時だけ指離したりとか、そして指離すとこの打つ勢いとか、この辺の掴んでる掴み具合とかでダブルストロークの、リズムを調整したりとかしちゃうとあまり良くないので、常にこう指に乗ってる感じ、自分でコントロールしてるんだぞっていう状態を保つためにはこう指ついてないといけないと思います。そこをですね、その感覚を大事にしながら、今日はですね70左手いけるようにこうですね、で右手も入れて、でまあ打つ前にシングルストローク少し打つと、そしてこのまんま手を上げて下ろすタイミングも、このシングル打ってる時と同じような感じでいけるように、まあ、毎回言いますけど、こうなりますから、結構こう振ってんのにあれみたいな、こう振ってるのにタンタタタンタタタンってなっちゃう人が非常に多いので、その辺をですね気をつけてやっていただければいいかなと思います。はい、左手はですねとにかく少し時間をかけてやっていただければいいかなと思ってますので、少しずつ上げていきます。というわけで、本日は左手70でやってみようのコーナーでした。ありがとうございました。